小杉紗代です。音楽家作曲家です。アメリカのニューヨークのジュリアードで大学院で作曲を専攻しました。で、作曲は、国内外の舞台とかバレエなどの作品の楽曲を作っています。それから、日本の映画とかテレビも作っていますし、ジャンルで言うとコンテンポラリーです。アメリカに実は旅行でも行ったことがないまま、いきなりもうイメージでニューヨークって決めて飛んで、そこから住むって決めてしまったんで、それで空港に着いてこうバスとかを待ってたり、バスに乗った時にいろんな人がすごい笑顔で話しかけてくれて、大丈夫って言ってくれたり、そういうアメリカ人の優しさというかフレンドリーさに、もう一気に一瞬で私はこの国が好きだって思いました。渡米して3年経って大学院に入れた、なんとかトフルを取って大学院に入れたとはいえ、やっぱり言葉の壁っていうのが大変だなと思いました。音楽だから英語って関係ないでしょうって最初はどこかで思ってたし、皆さんもそう思うと思うんですよ。でもそんなのはなくて、作曲をして自分の曲をミュージシャンに弾いてもらう時にやっぱ何をしてほしいかっていうとことをきちんと伝えられないと、やっぱりいい音楽ってそこで生まれないし、いい人間関係ができて、いい作品を一緒に作っていくっていうことがとても難しくて、最初のうちは曲を書いたはいいけど、ここからコミュニケーションをして一緒にこう音楽を作り、ミュージシャンたちと演奏者たちと作り上げていくことがすごく難しくて苦しみました。慣れとコツだと思います。結局は人間同士なので、あんまり自分のことばっかり言うよりも、相手が最初に弾いてくれたものに対して、最初自分がこう頭の中で思った音楽とちょっと違うなって思ったとしても、まずはすごいこうハッピーミュージシャンメイクスハッピーミュージックってみんな言うので、まず褒めてありがとうっていうところから始める、そういう、こう人間関係を作るところから始めるっていうのも、なんか私はアメリカで学んだことだと思っています。人格変わりますよねそのコツを得たら。アメリカは誰にでもフェアに成功するカードが配られるところだと思います。なんか天才的な音楽家でも ないですし、年齢的な範でもありましたし、英語も話せないとか、そういう状態でアメリカに行って、それでもやっぱり何かしたいって思った自分に、いろんな人が手を貸してくれて、日本人だからとか外国人だからとか、その英語ができないからとか、そういう壁ってなくて、自分が努力すれば自分のやりたいものは手に入るっていう、そういう可能性がすごく大きい国だな、そういうチャンスをくれる国だなと思います。やっぱ人生でこう一番誰にも負けない気持ちで努力した自分っていうのを思い出せる場所になってるんですね、ニューヨークが。だからやっぱそれだけ留学してる間っていうのはもがくし、できない自分っていうのに壁にすごいぶつかるんですけども、やっぱそれを乗り越えていく時に本当に人生が豊かになっていくんですね。少しでも行ってみたいっていう興味でもあるんだったら、もう絶対に留学はした方がいいと思います。